心の旅路熊野古道伊勢路を行くは伊勢神宮から熊野三山,山までの熊野古道伊勢路およそ170キロメートルをタレントの松永さんが歩きその魅力を紹介するシリーズです第一話では2033年の式年遷宮へ向けて動き出した日本人の心のふるさと伊勢神宮に立ち寄り 今後の旅の旅安全を祈願しましまた。委員からはオープニングの映像がとても美しかったや熊野古道の歴史や成り立ちの解説が分かりやすかったなどの意見が出された一方、伊勢神宮の歴史についてもう少し触れてほしかったや番組構成が少し分かりづらかったなどの意見も出されました。